皆さんこんばんは、キューニー F です。今日はいつものショップから兜が届きました。前回のアヌビスからあまり期間が空いてないですが、羽化したら送ってもらうようにお願いしてたので送ってもらいました。今回紹介するのはパチェコ姫像兜です。パチェコ姫像兜はメキシコ北西部に住むカブトムシで、8月から9月くらいに現地では普通に見られる種みたいです。日本に初入荷した時も最初は高くて手が出ませんでしたが、あっという間に価格が下がり、初入荷なのに私でも手に入れることができたくらい現地では普通に取れる種みたいです。当時の領収書が出てきましたので見てみましたが、初入荷の年でしかもワイルド、当時の価格で75,100円って驚きの安さです。今の基準で考えると75,100円は高すぎると感じるかもしれませんが、日本に初めて入ってきた種がこの値段、当時は日本に初めて入ってきた種は安くても30万以上、ヘラクレスレイディの初入荷なんて100万超えていた時代ね。安いでしょ。ここからはじっくり観察していきたいと思います。パチェコ姫像兜の魅力は、なんといっても小さいのにしっかりと象さんって感じです。こんなに小さいのに頭角や胸郭はしっかりと発達し、小型の象さんなのに手足が長い、しかも象さんなのに他のゾウカブトと比べて幼虫期間も短いので、待ちきれない私にはぴったりな種です。続いてはメスです。ぐるっと一周見ていきます。他の兜と一緒に並べてみました。パチェコの小ささがわかるでしょうか。こんなに小さいのにしっかりとゾウさん、たまらないでしょ。指に乗せられるサイズの兜なので指に乗せて遊ばせてみました。
指サイズのメガソマはたまらんです。ついでに比較するために他の兜も乗せてみます。指に乗せたら全く可愛くないです。抱き枕みたいな感じがする。次の種は覚悟がいります。やっぱり痛いです。皮むけるほど痛い。こいつが一番、こいつが一番痛いな。次はサイズを測ってみます。49ミリでした。この子はそこまで大きな個体ではありませんので普通サイズです。41ミリでした。この子は多分ちょっと大きいと思います。体格はオスよりも立派に感じます。今回は即ブリペアを購入しましたので早速ペアリングさせていきたいと思います。うまく産んでくれることを願って